フランツ・アイブルは、オーストリアの画家、版画家である。フリードリ・ヒホン・アマーリングラと並んで19世紀、オーストリアの重要な肖像画家である、ウィーン美術アカデミーでも教えた。ウィーン郊外のグンペンドルフに生まれた。10歳になった1816年から、ウィーン美術アカデミーで学んだ。彫刻家のヨーゼフ・クリーバーに学び。 1817年から風景画家のヨーゼフ・メスマーに学んだ。1820年から肖像画家のランピと風景画家のカウチッチに学び、ヨハン・ペーター・クラフトの歴史画のクラスで1928年まで学んだ。20代の初めに美術アカデミー2つの賞を受賞し、1843年に、 美術アカデミーの会員になった。1853からウィーンの帝国絵画館の学芸員も務めた。1867年から絵画館でも教えた。はじめ、歴史が、風景が、風俗がも描き、1840年頃からビーダー・マイヤー時代の画家フェルディナント・ゲオルク、バルト・ミュラーから影響を受けた。肖像画家としての活動に評価が高く、 フリードリヒホンアマーリングと並ぶオーストリアの重要な肖像画家とされる、ヨーゼフ・クリー・フーバーらと共に、版画でも当時その制作が流行していた多くの肖像版画を制作した。ありがとうございます。